ちょっとあんまり路上向きではないダークな曲ですけど、夜明けという曲。ねえ、私あなたが好きよ、やっと言えたこの気持ちはどうせ届きやしないけど、ねえ、お願いこっちを見てよ、君はさっさと名前つけてしまっていたんだ。もしかしたらほんの少しの期待で運命がこんなにも苦しいなんて、期待なんてしなきゃよかった、そんなの初めから分かっていたはずだったのに、また心から愛してしまった、それだけなのに、はぁ、私泣いているのよ、あなたのせいじゃない、あなたのせいじゃない、自分のことでいっぱいになってしまったろ、愛されたいとか満たされたいとか、あなたがいつも言っていた優しい言葉に騙されていたの、依存していたの、一番会いたかった私だけのものにしてみたかった、都合のいい関係いいとか傷つけられたとか、傷つかないためだけでもいいわけ、私はもう大人になったから、バカにしないでよ、あなたの幸せを祈ってるよ、なれるといいね、なれるといいね、器用なあなたと不器用な私は最初から釣り合ってなんかいなかった、おもちゃにされていた、あなたがいつもくれていた愛のようなものに騙されて、それだけ。私も大人だからね、あなたの幸せを祈ってるよ、なれるといいね、なれるといいね、夜明けという曲でした。改めまして京都出身20歳のシンガーソングライターせいやと言います。普段はライブハウスで歌を歌っております。3月23日に心斎橋のフットロック&ビアーズという場所でライブがあります。もしよかったら遊びに来てほしいなと思います。あいみょんのプレゼントという曲を、やっ
そろ9時ですね。ちょっと私はとりあえずあと1曲で交代するんですけど、オリジナル曲の君へという曲を歌います。今日も一日頑張った君へ、歩けなくなるほど歩いた君へ、よく頑張ったね。
京都出身のテトのシンガーソングライターせいやと言います。花粉症に負けてます。